はい、皆さんこんにちは、ポールでございます。本日もエーペックスレジェンズをやっていきます。で、今日なんですけども、で結構前にやったクソザコでも練習したら強くなれるのかっていう企画の第2弾ということで、前回、投稿したのが2ヶ月前、前回録画したのが2ヶ月前で、今ですね、まあそれから結構時間経ってるんでどれくらいかっていうところなんですけど、まあその時に49試合、通算ゲーム数が49試合で、今351なんで、まあ、300試合ぐらいやってるっていうところですね。で、まあ、キル数ももちろん増えてて、まあ、キルレで言うと 0.16 から 0.39 になってますってところで、まあそこそこ上手くなってきたんじゃないかなというところで、まあ、久々にやっていこうかなと思って今、やっております。はい、じゃあやっていきましょう。で、待ってくださいね。ちょっと先にそのまあその2ヶ月プレイする間に何に気をつけたかっていうところを話していきたいんですけど、まあチーム基本的にゲームをプレイしてゲームになれる、ゲームの知識を覚える、でエイム練習ですね、これをやる、で単独行動は絶対しない、基本的にチームでの行動を意識してやる、あとで戦って、基本的に逃げずに戦って、あの経験値、自分の経験値貯めて、まあそうすることで上手くなるっていうのと、あとそのゲームプレイした後にこれ、まあ、ゲームだからそこまでやる必要あるっていうのもあるかもしれないんですけど、あの一回一回反省をするっていうのはすごい大事だと思いますね。はい、でまあこの5つですね、この5つを意識してやると多分上手くなると思います。はい、まあ私が上手くなったかどうかはちょっとまあ難しいところであるんですけど、でも自分でやってて上手くなったと思います。しっかりキルも取れるようになってきたし、でまあ1個ずつちょっと話していこうと思うんですけども、まあ、ゲームになれるっていう話なんですけど、やばい、どこ行くの？ちょっとどこ行くの？やばくない？まああのまあ戦いましょうっていうのなのかな、この子は。でもなかった、違う、さあ、あさりに来たのか。あのこんな感じで単独行動してる子がいると浮いちゃうんですよ。で、あの子が今狙われると確実に不利な状況で戦わなきゃいけないんで。まあ、それもちろんこっちもしっかりですね。今3人に襲われたら明らかに僕たち不利なんで、そうならないように基本的にその団体行動をするっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよね。ちょっと前後しちゃったんですけど、まあちょっとゲームになれるってところで、あのゲームそもそもそのゲームのシステムになれないと不利なんですよね。まあ、それ移動するにしても武器しまった方が足早いんで、まあ、そういうのができないと、やっぱそういうのってゲームをやってプレイして覚えていくことだと思うんで、まああとなんだろうな、どこに強いべきがあるかどうかっていう、そういうのもですよね。それもやっぱゲームプレイして覚えることなんで、まあ、とにかくゲームをプレイする、まあ、慣れればそれだけその分も上手になるんで、絶対にプレイして経験値を貯める、まあ経験値貯める、うん、プレイしてゲームになれるっていうのはすごい大事ですね。弾ないんだよね、遠い。そして小ヘルメットもゲットした。おお、行くね。大丈夫か、当たった。まあ、こういう突出したやつがやると倒しやすいですよね、やっぱり。回復したい、回復したい。もう一人どこだ。あ、オッケー、よっしゃー。
あで、さっきの話の続きですね。で2つ目のエイム練習をするっていう話なんですけど、エイム練習は絶対にした方がいいですね。はい、エイム練習、まあやっぱ神エイムの人っているじゃないですか、めちゃくちゃ上手い人。やっぱ彼らも、まあ、トッププレイヤー、プロゲーマーの人もですね、私たちも間違いなく練習してます。でそのプロゲーマーです、ゲーマーですら練習してるのに一般人である僕たちが練習しないで、あの人たち、その人たち勝てるのかって言ったら、まあ無理な話じゃないですか。なんで本当神エイムにはならなくても多少は絶対上手くなるんで、エイム練習は絶対にした方がいいですね。でまあ一応話ちょっと戻って、その団体行動は絶対しましょうっていうチームプレーですね、回した方がいいですよってことで、それは絶対に。おお、いるねいるね。オッケー、足んなくなったか。俺もらいます。でもう一個ですね、で戦って経験値を貯めましょうっていう話なんですけど、負けたくないとかすぐやられちゃうかなっていうのを戦闘なるべく避けて、まあ優勝狙う、優勝狙うんだったら戦わない方がいいんですよ、正直。で散々敵がみんな戦って消耗して、で不利 HP というかもう少ない弾がない状況になったところで攻めたら、まあ、もちろん優勝しやすいですよね、その方が。でもそれだとやっぱ自分の経験値ってたまんないんですよ。ここへ移ろう、奴らをリブートしよう。実際にプレイして、例えば優勝したとしましょう、まあ、20分ぐらいやって優勝したとしましょう。で最後に3と最後の最後だけ戦って、1パーティー3人だけ倒しました。で、まあ、20分でその戦ったのって結局その1チームだけじゃないですか。で、その最初からもガンガン戦って、まあ5分ぐらい戦いましたと。5分ぐらい戦って、まあ6パーティーぐらい、6パーティー、まあ全部で戦って、まあ6パーティーちょっとか、3パーティーするじゃないですか。で多分戦闘時間ほぼほぼ5分やったら、まあほぼほぼ戦ってるってことになるじゃないですか。でじゃどっちがその経験値が上がるというか、プレイ時間がいい多い経験値詰めたかっていうと、やっぱ優勝するよりいっぱい戦って方が、まあきついなこれ、戦った方が、まあ、経験は詰めるんですよね。なんで、まあ、優勝狙うのもまあいいんですけど、やっぱり戦って初心者の人はやっぱ戦って、いっぱい戦って経験積んだ方が上手くなりますね、間違いなく。ちょっと待って、戦闘が始まってる、怖い。でまあそのまあちょうど戦って経験値を貯めるというところまで話したので、そのままいっちゃっと、で戦い終わったらなんで今負けたんだろうとか、何良くなかったのかな、まあ例えば今だったら
なんだろうな、まあ、突っ込みすぎだったかな、まあ、エリアもちょっと気にした方が良かったなっていう風に毎回毎回ちょっとこう反省をした方がいいですね。今本当にエリアのこと全然見てなかったんで、こんな感じで考えながらやっていけばいいんじゃないかなと思いますね。この2人半端じゃないな。はい、まあそんな感じでプレイしていけばきっと上手くなると思うんで、まあ、あとは何でしょうね、これ僕自分やってて思うんですけど、自分よりいいアイテム、すごいアイテム、例えば今みたいに僕紫アーマーで金アーマー見つけたってなったら、もっと上手く使えそうな人に渡した方がチームとしての何ですかね、まあ、うまく回るというか、はい、と思うんで、そういうの大事ですね。あと、まあ、今みたいな場面もそうなんですけど、まあ、もっと強い人がいたらその人に渡すとか、あともう始まって直前とかは武器が明らかに少ないんで、チーム全体の物資量ですね。なんで、例えば2つ装備を見つけたとしたら、で同じ場所にもう一人チームのメイトがいたら、その人にもう一個の武器を渡してあげた方がいいですね。そうすることで味方の生存率も上がりますし、まあ戦いになった時に2対1で戦ったりするので、で、まあ、物資は独り占めしないとか、まあこれはあとはその2位なんですけども、自分よりうまく使えそうな人がいたらその人に渡してあげるとか、まあいいと思いますね。ドローンに機関信号を送る。はい、まあ話し終えたんで、まあやっていきましょう。今回いい感じですね。僕は1キルしかしてないんですけど、全てを見通してみた。攻撃された。シールドリチャージ中。リロード中だ。テレビと投げるわ。なるほど。これやばいぞ。惜しい。くっそー、勝てそうだったのにな。まあ今のは何だろうな、やっぱり最終的な戦いは3チーム残ってて、まあ僕たちともう1チームが戦って消耗したところでもう1チームが来て倒されちゃったっていう、まあまあ、相手の立ち回りが上手だった。あと、ちょっと僕が足引っ張っちゃった感じはしますね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、キルも今回2取れてるし、まあ、やっぱ多少は当てれるようになってきたし、上手になったのではないかなと思います。あ、2ヶ月の成果ですね。まあ、そんな感じで、まあ、クソ雑魚でも練習したら強くなれるのが第2回ということで、まあ、今回はこんぐらいで終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。